関西基礎は中華人民共和国の軍人、政治家。湖北省キ安県出身で、階級は中国人民解放軍上昇。貧しい農民家庭に生まれ、1927年に大巻儀が起きると農民協会に参加した。1929年中国共産主義青年団、1930年には交換地方遊撃隊に加わり、 同年中国共産党に入党。調整にも加わり、1937年から、高日軍政大学で学んだ。日中戦争開戦後は、八祖寺、軍115市344旅688、団副団長、689団団長、344旅副旅長、大旅長を務め、1940年4月には、 新編第3旅びたとキロヨ文区第3文区司令院に任じられた。1941年3月 M1 に戻り、軍政学院、軍事学院、中京中央統校で学んだ後、1943年8月には、抗日軍政大学総合の第一大隊長となった。日本幸福後東北地方に赴き、1946年2月、 東北民主連軍第四渋隊副司令員、1947年9月連軍、第三渋隊司令員に任じられる。東北の解放後は、大裸戦域に参戦し、連軍第三渋隊は、第四や戦軍第四0軍に改編され、軍長となる。1949年には、第十二兵団副司令員を兼ね、部隊を率いて南下し武漢や後世の解放に、 宝石があった。1950年、海南東解放作戦に参加し、木造船による困難な都会を成功させた。同年第13兵団副司令員となる。同年10月朝鮮戦争に参戦し、中国人民志願軍副司令員に任じられ、宝徳会と共に前線指揮に当たった。1952年7月には第19兵団司令員となったが、 1953年病気治療のため帰国し、中南軍区参謀長に任じられた。その後、人民解放軍副総参謀長、復讐軍区司令員などを務め、金門法線を指揮。中共復権省委、第一初期、蘭州軍区司令員、中共中央軍事委員会委員などを歴任した。中共第八期中央委員会委員候補、9期から12期まで、中央委員。 第6期全国人民代表大会副委員長。1955年、一級81勲章、一級独立、自由勲章、一級解放勲章を授与される。1986年10月3日、北京にて死去。ありがとうございます。